このイヤホンをお店に買いに行ったらすごい目立たないとこにあるんだよね。いや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 、もっと押せよ、もっと前面に出していけよ。このイヤホンをこんなにゲームでも使えて音楽もいいとか、こんなイヤホンなかなかないでしょ。これをもっと押せっつーの。ただいま。ただいま。違う、買い物行ってきました。買い物行ってきました。いや、今でもあれだね、買い物なんかしてもね、紙袋両手にぶら下げて帰ってくるなんてこともなくなったね。なんかそのどっかのタイミングで袋なくなったじゃない、全部この中入れちゃうカバンの中にね。というわけでね、今日買い物してきたんで、ちょっとそれをね、ちょっと気になって、前々からすごい気になってたものをね、買ってきたんですよ。どうも皆さん、こんにちは、ケイジチャンネルです。ということでね、まあ、何を買ってきたのかっていうのはもうね、あの動画のサムネイルとかになってるので、皆さんも、はい、いいから早く出せよぐらいに思ってるかもしれません。ちょっと買ってきたものね、ちょっとまずこちら、これね、ちょっと待って、むき出しでこうやって T シャツベロンって出てきたら、なんか俺あいつ万引きしたんじゃねえかと思われるじゃない。ちげ、ちゃんと買ってっから、レシートあっからね。ユニクロでね、 T シャツを買ってきました。白い T シャツ、ちょっと 何枚も必要だよみたいなところ、白い T シャツ買ってきて、あとなそんなのを見せる。え、だいぶ違うものしか出てきてない。 あとこれも買ってきた。何、ね、靴下、いやいや、消耗品ですから必要だよみたいな感じです。でね、いや、これ結構良かったんだよ、ね、ソフトバーバリアンのコラボになってるちょっと薄めのスウェットみたいな、これ結構良くて、これ良かったかな。ちょっと着ちゃおうかな今ね。着替えてきた。いや、いらないそういう、いらないよね。ね、で、あ、これはちょっとごめん、ちょっとこれは見せられない、ね、これ、いや、見せてもいいんだけど、ものすごいモザイクだらけになるけど、大丈夫。大丈夫、これはちょっとお見せできないな。ということで、今日のメイン出てきました。はい、こちらです。ドーンということです。これを買ってきたんですよ。ちょっと前から気になっていたんですよね。イーポスの、ワイヤレスゲーミングイヤホンでございますね、こちら。GTW270 ハイブリッドでございます。何がハイブリッドやねん、これ。この後、この動画は、開封、ファーストインプレッション、その後、レビューとなります。このイヤホンの結果だけ知りたい方は、このレビューのこの時間まで動画を飛ばしてください。のんびり見ようかなという方はぜひ全部見てくれると嬉しいです。ちなみにレビューの結果は必見です。はい、というわけで、じゃあイーポスさんのゲーミングワイヤレスイヤホンちょっと開けていきましょう。開封ですね。まあ、ワイヤレスのイヤホンってすごいいいですよね。おいワイヤレスのイヤホンだって AirPods Pro しか持ってないくせに、何がワイヤレスイヤホンいいのよね。うるせえ。じゃあ開けていきたいです。なんかイーポスさんってもともとゼンハイザーでやってたゲーミングアイテムを今 EPOS っていう名前でやってるみたいな感じですね。まあ説明書とかが入ってるんでしょうね。じゃあそういうことしたら結構値段したんだよ。いや、まあまあいい包みしてやがんな。見て、ちょっとこれはテンション上がる系でございますね。はい、じゃあこれがケースですね。ケース。いや、っていうか、なんでそのゲーミングでイヤホンみたいな話になってきたのかっていうところなんだけど、やっぱりイヤホンって楽じゃない？ヘッドセットってどうしても負担が大きいので。で、ただワイヤレスのゲーミングイヤホンって言われた時にあんまりないんですよね。まあ普通のワイヤレスイヤホンを例えばその PS4 とか Nintendo Switch とかで使おうと思うと、普通にはそのまま使えないんですよ。 Bluetooth で接続できないので、ね、まあできなくはないんだけど、ね、でやれる方法もあるんだけど、あらかじめできるようになってるものの方がいいよねっていうことで、これをね気になってたんです。これなんでかっていうと、これがついてんですよ。これちょっと今ね、そのビニールのペリペリを取ります。はい、これがついてるんですね。 USB-C のドングルだね。これみんな言っちゃうやつだよね。このドングルを挿せば、他のデバイスとかでも OK ですみたいな感じです。で、 USB-C ついてない機器もあるよねっていうのは、そこに関してはね、確かね、そのなんかついてるはずなんだよね。 USB-C をタイプ A に変えてくれる、 なんだなんかついてるはずなんだけどな。どこにあるんだよ。めっちゃいろいろ入ってたわ、この中に。入ってます。あとほら、イヤホンの耳
耳のその線のところの替えのやつ、多分サイズが違ったりするんだと思います。あ、見てこれ、これこれドングル用のケースじゃね、これひょっとしてほら、すごすご、こんなのもあるんで。で、あー、やっぱりありましたね、USB Type-C を、A に変換するケーブルが入ってますね。延長ケーブル状になっておりますね。ということで、これがあれば PS4 でも使えるのかなといったところです。というわけで一旦開封したんで、イヤホンなんでやっぱりつけ心地とかやっぱりちょっと気になるんでつけてみたいと思います。よいしょ、なんかでかくなったな。よいしょ、あれなんか、こんな感じでね、すごいフィット感ですね。で、なんかこのスイッチを押すとさらに気持ちよくなる。そんな、これがEPOS違うよね。びっくりした、なんかでかなってんな思って。イヤホンの情報だけ置いたい人ほんとごめんなさい本当ごめんなさい。つけてみようか。どういう感じだろう。どうつけりゃいいんだろう。どうつければいいの。あ、え？わあ、わあ、めっちゃフィットする。あ、ごっつフィット感あるわ。え、待って。なるほど。わあ、なるほど。なんかね、こういう感じだ。こう。上に向く感じしたら耳にフィットする。あー、なるほどね。なるほど、フィット感はね、いいな。ちょっと待ってね。私これ、まあ、AirPods Pro これのねフィット感すごい好きなんですよ。もう全てのイヤホンこの形になればいいぐらいに思ってるんですけど、軽いしいやー、やっぱり AirPods Pro のフィット感にはかなわない。まあ、つけ慣れ、いやでも悪くねめちゃめちゃ悪くない、つけ心地はとてもいい気がします。はい、ね、長時間、まあでも長時間つけてて耳が疲れるかどうかっていうのはこの後要検証だと思いますけどね。まあそんなわけでちょっとじゃあカメラアングルもう少し引いていきましょう。ちょっとこの辺ちょっと散らかっちゃってるんだけども、なんでこのゼンハイザーじゃねえか、EPOSって言った方がいいのかな、EPOSの、ワイヤレスイヤホンを今回ね、購入したかっていう話なんですけれども、今つけっぱなしで話してるから、密閉型なんでちょっと喋りにくいので、ちょっと外します。よいしょ。なんでこれを買ったかっていうと、イヤホンでゲームするのって結構楽だったりしますね。ヘッドセットとかがまあ割と多いじゃないですか。まあ、音の迫力もものすごかったりするんだけれども、その分、やっぱり着用感があるので、割と疲れてしまうんですよね。そんなわけで、まあ、イヤホンがいいなと思って。で、ワイヤレスのイヤホンがいいなと思った理由は、まあ、ワイヤレスじゃないゲーミングイヤホンは持ってるっちゃ持ってるんですよ。これですね、これはね、多分動画にはしてないんだけれども、レイザーのハンマーヘッドなんちゃらみたいなやつをね、持ってるんですよね。で、つけ心地もまあ悪くないし、まあいいかなと思ってるんですけど、まあ、音質がそんなに好きじゃなかったんですよ、これ。なんか、まあ値段もね、これ1万円しないぐらいのやつなんで、まあ、そんな高くはないんですよ。で、まあゲーミングなんで多分、FPS やるときの定位とかに特化してる。だと思うんですよね。なんかその、とにかくその音質が、まあ、軽いんですよね。なんか迫力もそんなに感じないですし、なんかそのままあわよくば音楽とか聴いてみようかなみたいなことになろうもんなら、音楽はもうスカスカ。低音部分が全然弱くって、迫力がなくて、まあ、ちょっと残念だなと個人的には思ってるんです。なので、まあ、ワイヤレスでじゃあまたイヤホン買いたいなと思った時に、レイザーさんもワイヤレスのイヤホン作ってて、ノイズキャンセリングのやつもあるんだけども、ちょっと、こういう実例があったので、まあ、ちょっと今回除外かなという感じになっております。ゼンハイザーさんのヘッドセットや、普通にワイヤレスヘッドホンとかは、使っていてめちゃくちゃ音がいいのは知ってたので、ちょっとかなり期待しております。で、さっき言った通りこのドングルがついているので、Bluetooth レシーバーとかを別で購入しなくても、PS4、PS5、Nintendo Switch で、ワイヤレスイヤホンが接続できるだろうと思いまして、これが気になってたということで、まあ、まずは何よりでも使ってみないとちょっと何とも言えないので、ちょっとね、使ってみようかな、一旦ね。さあ、そんなわけでね、USB Type-C はね、PS5 にある。あるあるるるる、愛がある。ほら
ね、というわけでこれ刺してみましょう。いらんのぶち込むな、今日なんかわかんないけど、まあ、差し込んで、で、このね、ドングルと、こいつがもうすでにペアリングされてる状態なので、まあ自動で、あ、でもなんか最初は押さなきゃダメなのかな。もう認識されてるかな、どうだろう。あ、なんか色光った。嘘ー、いや刺しただけだよ。どうせって来てます、音来てるわ。これは使いやすい。いや、サクッと使えるのはいいよね。なんかダウンロードしてインストールしてとかさ、ペアリングでボタン長押ししてとかさ、そんな何もしてない、ほんただ刺しただけでもう使える。これ非常にいい。で、なんか確かね、あのドングルでレシーバーを使ってやってる場合はアプト XLL だっけ、確か。要は超低遅延の接続ということだそうなので、まあ、なるべく遅延は少ない方がいいですよね、ゲームとかの場合はっていうところなんですけども。あ、でもね、これ、普通にスマホとかにもね、普通に Bluetooth で接続もできるんで、そっちも今やっちゃおうか。スマホに Bluetooth 接続する場合は、確かね、ケースに入れた状態で、長押しすると、なんか出んだよ。何も出ねえな。ちょっと待ってね。あー、はい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 、これは失礼いたしました。開けた状態で長押しすると、はい、ランプがちょっと光りましたので、これで今スマホが、キャッチできる状態になってるはずです。 OKOKOK、 スマホには簡単に接続できて、というわけで、よいしょ、スマホでちょっと、まあ、ゲームの音よりもまず先に普通に音楽か言っちゃうか、まあ、いや、まあ気軽に確認できるしいいんじゃないかな。あ、でもどうかな、いや、でもどうかな、音楽はひょっとしたらやっぱりね、 AirPods Pro の方がいいかも。ちょっと待ってね、今聴き比べるわ。あの、YOASOBI の夜にかけるを聴いてます。この曲はですね、なんだろう、その音質の良し悪し判断するのにすごいいいと思いますよ。はい、ちょっと今 AirPods Pro にしまして、いや、違う、音質 AirPods Pro 良すぎよな、マジで。いや、これごめん、いや、スマホで使うならごめん、マリこっちでいいわ普通に。ちょっとしばらくゲームで使ってみますね。あー、ゲームでの音質等々ちょっと聞いてみます。結構な値段のするイヤホンだけに、このままね、このままでは終われないぞ。ね。いや、これね、音すごいです。すっごいいいです。いや、僕、ゲームやるんならもうね、ヘッドセットより音いいんじゃないかな、下手したら。ね。とかってちょっと思ってます。で、おそらく、ファーストインプレッションの時に私ね、AirPods Pro の方が音楽聞くならいいよなって言ったかもしれません。あれは間違いです。ごめんなさい。改めて訂正させていただきます。これすごいいいです。これね、買ってよかったですね。まあ、それなりに高いものなんで、金額に見合ってないと嫌だなとかって思うわけじゃないですか。全然全然。金額以上ですわ、これ。マジで。これ1個あれば全部網羅できるな、これ。とか、ちょっと思ってるんだけど、ただ、いい点ばかりでもないです。ちょっと不便だなって思うところもいくつかあるので、その辺も含めてお話ししていきたいと思います。マジでね。最高だよ。ね。なんかもう触れてるうちにね、どん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 好きになってきたもん。これ、このイヤホン。高級感あるし、ケースとかも。ね。いや、いい出来だわ。音質の話をする前に、まずですね、EPOS ゲーミングスイートっていうのがありましてですね、このワイヤレスイヤホンをセットアップするための、それが、パソコンでダウンロードできるんですけど、それがなきゃちょっとね、ダメですね。それ絶対必要になってきます。それがあることで、このワイヤレスイヤホンは、化けるんですよ。その EPOS ゲーミングスイートにはですね、デフォルトで4つのプリセットが入っておりますね。初期状態はフラットになってます。これが物足りない原因なんですよね。まあ、線見ていただいたら分かる通りね、平坦なんですよ。あ、ただし、このフラットにも実は、すごい強い特徴があるんで、それはそれでお話しします。
このイーポスゲーミングスイートでは各音の調整とさらにね自分で好きなプリセットを設定することもできます。でさらにステレオと 7.1 チャンネルも選べますし、音の反響レベルも設定できます。これだけ設定できたら自分の音の好みってね結構見つけやすいと思います。で最初購入初期状態のフラットの状態でスマホで音楽を聴いても、全然迫力なかったんですよ。なんかこうドンシャンドンシャンがなんか音軽くてスカスカで物足りねえなって思ってたんですけど、これプリセットミュージックに合わせたらもう全然違う。もう音の低音もすごい迫力あるし、ボーカルの高音もすごい綺麗に聞こえるし、でいろんな音が聞こえてきやすいじゃない、ヘッドホンやイヤホンって。もう全部の音やっぱ綺麗にすっごい聞こえてくるんですよね。非常にいいですね。でプリセットをいじることで音が一気に化けたんですよ。ただそのプリセットをいじるだけじゃなくて、もう一個音が化けた理由があって、これこのキャップのサイズを変更しました。私当初もう少し小さいものがついていたんですよね、キャップは。で AirPods Pro ぐらいのちょっと大きめのキャップに変更してつけたところ、非常に音よく聞こえるようになりました。っていうのもね、なんかね公式サイトに書いてあったんですよね、音質良くするためにはどうしたらいいかって。このキャップをね自分に合ったもの、なるべく密閉したものにすることで音が漏れずに綺麗に聞こえるようになるよって書いてあって、ここも重要なんだろうなと思って変更して自分に合うものを探したんですけど、すげえ変わりました。プリセットの効果が高かったのか、このキャップの効果が高かったのか、2つ合わせての相乗効果なのか、どれかって言われたら分かんないんですけども、でもその2つを施すことで本当に一気に化けましたね。で音楽は分かったと。じゃあゲームでの仕様はどうなのかというところです。ゲームで使ったプリセットのお話なども交えながらちょっとしていきます。まずね、そもそもね PS4 や PS5 そして Nintendo Switch でワイヤレスイヤホンでゲームできるっていうこと自体がすげえいいですよね。厳密にはできなくはないんだけれども、やってる人少ないと思うんだよね。その Bluetooth レシーバー的なもの、Bluetooth トランスミッターって言った方がいいのか、それ買わなきゃいけないわけですよね。でそれ買ってまでワイヤレスイヤホン使ってる人ってやっぱ少ないと思うし、それってでも遅延が気になるじゃないですか。音が遅れて聞こえてきたりしたら違和感ありありですもんね。 PS4 や PS5 Nintendo Switch で使うときはこのねレシーバーを使って、専用のレシーバーを使ってそのワイヤレスで使用するので、遅延なんてほとんど感じなかったですね。ほとんどっていうか一切感じないです。セキロとかも遊んだんですよ。セキロで音遅延してきたら違和感すごい出ると思うんですよ。あれ結構シビアだから、そのなんだろうね、剣で弾いたりするのすごいシビアだから、音遅くねってなったら多分絶対違和感あると思うんだけど、全くなかったです違和感で。遅延に関してはそういう感じで何も感じないんだけど、ただねたまに音がねプツプツってなるんですよ。細かく途切れる時がたまーにあるんですよ。たまーに、しょっちゅうではないんですけど、私の使用環境のせいかな。いやでもすごい近いところで使ってるからどうなんだろうななんてちょっと思ってまして、たまにプツプツってなる時がありました。ゲームに支障は出ないんだけど、没入感はちょっと落ちるよね。ちょっと気になる人には気になると思う。でも出るときと出ないときすげえあるんだよな。その辺のね謎がね解明されたらねよりいいなと思う。で音質のお話に行きましょう。購入した最初ってフラットになってるんですよね。だから最初にも言った通り音が軽くて、なんか全然音良くねえなこれって思っちゃうんですけど、そのフラットの状態で私コールオブデューティー遊んだんですよね。したらね迫力やっぱ全然ないんですよ。銃の音もめっちゃ軽く聞こえて、うわーこれゲームの美味しさ半減だなとか思ってたんですけど、一個気づいたんですよ。ベラボーに足音聞こえるんですよ何これ、聞こえすぎだろ足音とか思って、ちょビビっちゃったもんね。わかんないけど、足音のせいかどうかわかんないんだけど、すげえいい成績出ちゃって、ね、びっくりしちゃって、俺こんないい成績出したこと初めてだなっていうぐらいいい成績出ました。だからこのフラットっていうのは多分その足跡だけガンガン聞きたいっていう人にはいいかもしれない、ね。でね、一応ゲームモードで e スポーツモードっていうプリセットもあったりするんですよ。これはね音の迫力がねめちゃめちゃ上がりますね。もう銃声の音もそうだし、爆破の音もすごいグワーンって聞こえてくるし、で足音もちゃんと聞こえるんだけど、ただ他の音がすごい迫力出るようになってるので、足音は聞こえるもののフラットよりは聞き取りにくいかもしれません。だから e スポーツモードっていうよりはフラットの方が俺 e スポーツモードなんじゃないかなって思ってる。でこの e スポーツっていうモードが今日は俗に言うゲーム全般を迫力よくするゲームモードって捉えた方がいいような気がするんだよね。
別にコールオブデューティーみたいなゲームじゃなくて他のゲームも e スポーツモードでやったんだけど、もう音の迫力めちゃすごいです。うわこれは迫力あるわって。僕はいつもねゲームやるときコールオブデューティーもそうなんですけど、足音だけ聞きたいっていう人間じゃなくて、とにかくゲームの迫力を上げたいんですよね。だからいい音とかそういうのをなんか求めちゃったりするんですけど、まあそういう場合は e スポーツモードがいいかなと思ってます。で、長時間着用はどうかっていうとこなんですけど、全く疲れません。全く疲れないし、イヤホンってさ、なんかその何やってるかわかる、なんか顔を動かした時にちょっとずれたりするじゃないですかごめん、見苦しくてごめんごめんなんだけど、ずれないんだよね、全然。なかなかもう全然ずれないんだよね俺のズラの方が先にずれるんじゃないかっていうぐらいズラじゃねえし、全くずれないです。非常にいいかなと思います。つけ心地も楽だし、あの AirPods Pro よりは多分ちょっと重たさあると思うんだけど気にならないっすね。マジでね、これなんでこんなフィット感いいんだよ、ね、すげえよこのフィット感。ということで音楽を聴いてもよし、ゲームでもすごいよし、でコンソールでもいけるワイヤレス、これもはやもうここまで来たら最強だなと思ったりするんだけど、ちょっとね改良してほしいなっていうところもあるっちゃありますよ。例えばなんだけど、まあ、さっき言った通りそのモードがいろいろあって、やっぱり音楽を聴くときは音楽のモードで聴きたいわけでしょ。でゲームやるときはゲームのモードに切り替えたいわけでしょ。じゃあそれね、モードを切り替えるときどうしたらいいかって言ったら、まずこれをパソコンに接続します。まあ、あのケーブルでね接続します。そしてこのドングルをパソコンに接続します。そして開けますそしたらそのさっき言ったそのゲーミングスイートが、こいつを認識してくれるので、そこでやっと変更が可能になるんですよ。これめんどくさいんですよ、これめんどくさいんですよ。ちょっとゲームやってて、あちょっと音楽聴こう気晴らしにと思って切り替えようと思ってもそこまでやらなきゃダメだし、なんならそのゲーミングスイートがなんか接続してもこれを認識するまでにちょっとね、なんか随分時間かかるんですよね。時間かからない時もあるんですよ。もうゲーミングスイートの気分次第なんで、なんかちょっとめんどくせえなって正直思っちゃうのはあります。だから常に一定のモードで全部を網羅しようと思ったら、僕の個人的なおすすめは e スポーツモード。e スポーツモードなら音楽も結構な迫力で聞こえます。ので、まあ e スポーツモードにしておけば、まあモードをそんなに頻繁に切り、ごめん、カメラ蹴っちゃった。頻繁にね、モード切り替えなくてもいいかなとは思いますし、なんなら、もっとその、なんだろう、音を調整することに慣れてる人は、自分で音作り上げちゃって、自分の好みの音を設定して、それにしておいてもいいと思います。この辺にスイッチがあって、ポチッと押したらモードが切り替わるとかの方が良かったよね。それができてれば、ほんと完璧だったのに。いや、そこまでいかなくていい。なんかその、例えばこれ、ここに設置して、よいしょ、この状態でなんかどっか押せばモードが切り替わるとかだったら本当それでもよかった。そういう方法ってあるごめんちょっと俺説明するんなんだけど、そういう方法は見当たらなかったんで多分ないと思うんだけれども、そうなってたらマジで最高だと思うんだけど、もしそうなってるって知ってる人いたら教えてやり方。あと、これまあハイブリッド、何がハイブリッドかっていうと、まあ電波を飛ばす方法がこのレシーバー、こいつを使って電波を飛ばす方法と、もう一つはねBluetooth なのでスマホに飛ばす方法、この2つがあるからハイブリッドなんだけれども、例えばその PS4 や PS5、 あそか、あもしくはパソコンでもいいんだけど、パソコン等々にこのドングルが刺さっていたら、Bluetooth での接続に切り替わりません。切り替える方法がちょっと私には見当たりませんでした。これを抜かなきゃいけないんですよ。だからさっき言った通りゲームやってて、あーちょっと疲れたな、スマホで音楽聴こうかな、Bluetooth に切り替えってやろうと思ったら、これドングル抜かなきゃダメなので、でこっちが常に優先になってたりするので、まあそういうその、なんだろう、接続方法の切り替えが、まあドングルを抜くしかないっていう形になって、それもちょっとめんどくさいかなっていう気はしてます。まあ仕方ないのかもしれないですけどね。まあでもちょっとなんか、そういう使い方を僕はよくするので、音楽も結構よく聴くんですよ。ね。なので、まあそういうところがちょっとあれだなと思ってます。まあ、僕はAirPods Pro も持ってるんで、音楽聴くときだけ AirPods Pro で聴きゃいいんだけどね。聴きゃいいんだけどね。で、このレシーバーが、USB Type-C なんですよ。だからこのままじゃ PS4 には使えないんですよね。なので、よいしょ。この変換ケーブルに差し込んで、
PS4 に、まあ、接続するんですけど、なんでこんな長いケーブルな、いや、ちょ、なんでこんな長いケーブルにしたん、変換のやつね。なんか変な、なんか変です。なんかもっと短いとか、接続部分だけでいいわけでしょ。もうここからなんなら USB タイプ A がニョキッと出ててもいいなと思う。だけどなぜかこんな長いケーブル。これちょっとわかんないっす、わかんないっす。っていう感じです。いい点悪い点それぞれありますけども、はっきり言って買ってよかった。最初にも言ったけど、もうヘッドホンいらねえだろこれ1個あればっていうところです。で、このワイヤレスイヤホンさ、僕お店に買いに行った時、お店のすごい片隅にあったんだよね。いや、それはそうだよね。レイザー、ハイパー X、 まあ名だたるさメーカーってさ、すげえ商品いっぱいあるけどさ、まあまだあんまり関連商品がないからなんだと思うんですよ。なんかその安いイヤホンの片隅にカッてあったんでね、いや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 、これもっと押せよ。これよりいい音質のイヤホンある？ないと思う。わかんないけど、そんなに使ってないからわかんないけど、これよりいいやつが、いい音質のイヤホンがあるって言うなら、それを押せばいいと思うんだけど、こんないいイヤホンなんでお店で押さねえんだよってちょっと思っちゃった。で、視聴できるところも中にはあると思うんですよ、視聴できるところで。もし視聴してみて、あれ別に音質そうでもなくねって思ったら、お店の人に確認してみて、これモード今何ですかって。フラットだったら絶対迫力ないから、ね、その辺のモードもお店で視聴した場合、物足りなかったら一回聞いてみてください。ね。その上で、いやなんか e スポーツモードだよとかミュージックだよって言われたんなら、まあ、ね、まあ仕方ない。まあ仕方ないと。はい、というわけで、EPOS の、GTW270 ハイブリッド。めちゃくちゃ音良かったです。しかも幅広く使えます。ゼンハイザーはマジでやっぱり最高だわ。ね。いつもね、いつもそうなんですよ。僕に、いい音ってこういう音なんだよっていうのを教えてくれるのは、いつもゼンハイザーでした。というわけで、今日もご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあです。これ。